今日は社長なしの本当の女子だけの女子会ですよ。初ラボ女子会、はい、乾杯。この季節はやっぱいちご狩りとか。うーん、誰と行くの？え、誰と行くんですか？ちょっと待って、うわ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 。で、なんか私のって言われたくない。じいちゃんのだよみたいな。え、それちょっとキモいかもしれない。それは絶対無理やねんって。初体験はとかになるんですか？これといった思い出がないんですよね。いや、あります。逆に初めてセフレ。ちょっと待って、これカメラだからで、その脱色したらなんか一色に染まっちゃいそうだなって。でも確かに、まあ、全部金髪になる。もう撮ってるね。始まりましたもん。教えてくれない。いや、ちょっと面白そうかなと思って撮ってる。リアル女子の話じゃない。眉毛の話から始まる。まあ、なんかすごい。あんまりない価格じゃないですか。確かに女子3人っていうのがもうここにあのいつも社長がいるから、うん、今日は社長なしの本当の女子だけの女子会ですよ。じゃあお願いしますよ。今日さんと大谷さんの恋愛事情セキララに話していただきます。ありません。大谷さんマジだから嘘言うんですよ。多分あのお二人が話してくれれば。いや、私も話すことないですもん。だっていや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 、あるでしょ。え、いや、マジじゃないですよ。なんかもう前髪作ったから本当に前髪邪魔なんです。あー女子です。女子ですよ、本当に。女子です。女子です。適当なんですよ、本当に。そうやって。とりあえずこっちはもう始めておきますわ。え、なんか緊張してた。これを綺麗に並べますって言ったら、こんな感じでいきましょう。はい、いいじゃん。おー、はい、はい、はい。え、なんかタイトルコールとかしてくださいよ、元 YouTube ファンで。タイトルコールみたいな感じで。わかった。私より大丈夫ができたんじゃないですか。はい、はい、了解です。いきます。いきます。はい、はい、本日は、はい、ここはどこですか？はい、さあ、やばい、さんってなんか言っちゃうんですけど、みどりちゃんが来たかったラブホです。なんで私勝手にみどりちゃんに。ついに初めて企画、初めて企画ラブホ女子会。失礼しました。大丈夫か？いけますか？まあ、テーマは今日の主役は2人なんで、みどりちゃん。違うんですよ。大谷マジです。大谷ちゃん今日の主役は。じゃあ私2人のすりつけてる。そう。じゃあまあなんかみんなでラブホ女子会をしようみたいな、うん、なんかちょっとワイワイ女子会トークみたいな楽しそうじゃないですか。恋愛だけじゃなくて、じゃあいろんなことも話してほしいだったんですけど、テーマ的には、うん、まあラブホに来たら恋愛事情は絶対だよねみたいな感じですよね。まあ、すっちりやっちゃいますよね、ラブホって。そういうことをする場所なんですからね。やらしいところで。はい、じゃあここ4号。じゃあ初ラブホ女子会、はい、乾杯。人生でも初ラブホ女子会。ラブホ女子会初めて。やった、そう、超初めて。じゃあまずテーマ何にします？まずもう恋愛からいきます。それとも徐々に恋愛いきます？徐々に恋愛に行こう。徐々に、うん。じゃあなんかあれにします。じゃあプライベートを話します。普段休み何してるかみたいな。うん、何してるんですか？大谷さん何してるんですか？だって私は結構 寝たり、ずっと寝てたり、もうほんまになんかアニメ見たり、ゲームしたりみたいな。一日家の中とかもあるんですか？あ、あるある、一日家の中とかもある。へー、遊びに行かないんですか？遊びにはたまに行くよ。はい、何してるんですか、休み？休みの日、最近はもうボードでした、ずっと。もうずっと、うん、ほぼ毎週行ってるような。やばすぎ。なんかゴルフかスノボってなんか趣味があってね。あ、うんうん、あ、そうね、できた最近、うん、いいじゃないですか。みおちゃんは何してるの？私はもう堀川さんですね。うん、でも日曜日とか出かけたり、日曜日は基本堀川さん。うん、休みの日ってなんか何するんだろうってね、遊びに行く以外。うん、どこに遊びに行くの？え、この季節はやっぱいちご狩りとか。今週行ってくる。本当ですか？私も行ってきたっす。行ってきたの？うん、いいんですね、いちご狩り。みおも行きたい。行ってやん。もう一回行きたい。日曜ついてくる。日曜日ってありだな。え、誰と行くの？え、誰と行くんですか？ちょっと待って。うわ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 。どこっすか？うわ、いいですね。え、私知ってる彼少年かさ。
いいんですか、カメラ、じゃあまたカメラ出ていいですか。いいんだ。だからもう今日はメインはそれですよ、もう。そうだよ。うわ、いつからですか。うわ、楽しくなってきましたね、これぞ。社長みたいになってるじゃないですか。その恋愛を受けて12月え、最近じゃあ、でも2ヶ月前ぐらいですよね。3ヶ月前か。うん、なんで隠してるんですか。いや、隠してないよ。隠してるのに、みどりちゃんは知ってたし、うん、あの、みどり店の人も知ってるし、なんか別にそういう話になれば全然言ってた。出会いどんな子ですか。どんな子、出会いどんな子って何もないっぱい出会いどんな子質問がすごい。出会いですか。まあ、最後ここなんか違うこと言っておけばいいですよね。まあ、まあ、でもいいよ、別に全然言いにくくはない、うん、全然言いにくくはない、全然いいよ。あの、インスタやねんけど、うわ、あ、でもインスタって言っても今時だよね。今時やな、マジで言うだけいいと思ったら今の時代に関して。インスタどうやって出るんですか。で、あの、いや、大学の後輩やねんって、まあ、じゃあ別にてか元々存在は知ってた。あ、じゃあなんかインスタってよりも大学って感じですか。まあそうやな、うん、出会ったのは大学。え、じゃあ年下なんすか。あ、そう。うわっやらしい。何が2個しか変わらんから。なんか フォロー来て最近インスタ、あ、インスタって言ってもあの、あの私のあの個人の全然プライベートのやつで、うん、もうほんまにフォロワー60人ぐらいしかいないやつやねんけど、へえ、にフォロー来て、そしたらメッセージ来て、え、それはフォロー来た時は後輩だと分かったの。あ、分かった。あ、分かるんだ。後輩に結構知られてて、うん、なんかこんなこと言ったらキモいけど、で、私も一個下の後輩は割と知ってたから、まあ分かって、でフォロー仕返して、そしたらメッセージ来て、うわ、やらしい。メッセージ返してたら付き合ってた。メッセージなんて来たんですか。ねえ、そこ自分だったね。そこからし、ねえ、フォローまでに、フォローありがとうございますって来た最初。あ、なんか本当に他人みたいな感じくるんですね。へえ。いいなぁ。多分その人から連絡来なければ、多分一生も思い出さないぐらいに、別に、あ、もう。もともと絡みなかったぐらいやった。うん、そんなちょっとどういう会話、どれぐらいの月日でどんな会話をして付き合ったんですか。いや本当に。まあ LINE も普通にしてて、 LINE 交換して、あ、途中でね。で LINE して電話することになって電話したりして遊びに。高校生や。で遊びに行って何回か、うん、はい。で、付き合っちゃったみたいな。そう。うわぁ、夢ですね。夢だ、これどこが夢。どっちから告白したんですか。向こうがしていただきました。いいね。いいですわ、本当に。ねぇ、どういう人ですか。どういう人ですか。どういうか。どこが好きなんですか。うん、どこに惚れた。でもなんかマジで大学生の頃は全く話しかけてこなかったから。うんうん。なんか、それがいいなと思って、いや、なんかこれ話すと細かいこと話すとめちゃめちゃ長くなってくるって。まあでもなんか大学生の頃から気にしてくれてたらしくて、いいなそういうの。え、見てます彼氏。あんま変なこと言ったらやられるだろう。そうやん、まさかの視聴者。でも一緒なのね。なんかうちと付き合ってから、うん、何回途中で働いてるところは言ったら、うん、それで知った。YouTube 出てることも。わ、リジーちゃんファンショックっていうコメント多分刺さってしますわ。え、そんなこと言ってるみどりちゃんはどうなんですか。本当ですよ。なんか他人事みたいな感じですけど。うんうんうん、私は、いません。で、いませんは彼氏がですよね。うんうん、じゃあそういうなんか遊びに行ったりするような人。いい感じの人とか。いません。ああ。ああ、本当ですか。じゃあそのなんか、じゃあ遊びに行ったりしないんですか、この人と。今じゃなくても、まあ過去に出会った方が、そんなにない。なんか興味なさそう、男の人に。今はある。今はある。今はある。年齢的にそうやって徐々に思えてきたんですか。うん、それもある。学生の頃は、うん、もうなんか部活やってたし、うん、ちょっと男に興味を持つ時間がないというか、うんうんうん、そんな余裕がなかったから。5年間で何もないんですか。だって逆に。なあ。じゃあ理想高いんですよ。なんかたまに話してると。ああ。理想の彼氏像ってどんな。うん、そんな。理想高いんだろうけど。
じゃあ今の理想言ってくださいよ。今の理想、本音の理想で言ってください。面白い人。そんな嘘でいつもそんなこと言いません、ね、言ってるって。あ、そうな。じゃあリアル会社でタイプ、一番タイプ誰ですか。何、もう塗装班を全員入れて、顔全体総合、見た目だけ、見た、とりあえず見た目だけいきましょう。います、見た目のタイプ、うん、見た目だけ、もう本当に喋ったりしなかったらこの人だって。みおちゃんはおる、あの私旦那様いらっしゃるので、みおちゃんの方が会社に旦那様いらっしゃいますので。でも顔やったら、その顔で、見た目で、うん、やったら、まああれやん、いいやん。え、よくない。あれ、一目惚れだって。そう、あ、まあ、そうなんじゃん。え、でも顔がめっちゃタイプだったとかじゃないですよ、翔さんも。あ、別にタイプだったわけじゃないけど、何かに惹かれたんです、多分、うん、すごいと思う。え、ちょっと、あ、この人だみたいな。マジでさ、なんかさ、なんか自分からさ、人を好きになったことがなくてさ。え、ミオもない。あ、ないんや。え、ないっていうか、違う、ないっていうのはちょっと違うか、堀川さん。お前今それまでそれは初めて、うん、この人だって思ったのも初めてなんですよ、うん、初出勤の時に撮影があったんですよ、うん、で、本社でまず撮影だったんですよ、うん、でもその本社に入ってきた時にうわっと思ったんです。なんかわからん、来たみたいな。すごい。なんかどうなんですかね、出会いって。だってなんかいろいろ、そう考えたらいろいろあるじゃないですか、本当に。え、そういう出会いはないんですか。え、そのなんか友達といい感じとかじゃない、全くいい感じとかじゃない、恋愛感情なしで男と飲みに行くとか、遊びに行かないんですか。なんならボードとかゴルフでない。そう。あ、うん、え、そういうこと別になんかないんですか。ない。もうなんか割り切りがすごいんですね、多分。うん、え、でもちょっと話しかけてくる人とか、ちょっと絡んでくる人とかおらんの。あ、その遊びに行った中で会話はするけど、別にいいなってなんない。でも理想は高そう。え、その友達の友達連れてくるとかないですか。あるある。え、そういうの出会いじゃないですかね。それより出会いありますよ、普通に。なんかちょっと話やったらあれみたいな。え、だって案外人ってさ、恋に落ちるのは割とすぐな、簡単って言ったら、その簡単ではないけど、ね、なんか案外なんか共通点見つけて話盛り上がれば割と恋しちゃう。だってそのゴルフとかで出会う人だったらゴルフが趣味で共通じゃないですか。みどりちゃん話しかけなさそうじゃないですか。あ、いや本当に多分なんか言われたことに答えるだけ。そう、あの、そうだね、うん、友達とかがいたら任すタイプだから、うんうん、難しそう。みどりちゃんの恋人作りは一番、うん、本人が一番なんか作る気もなさそうです。欲しいっていうだけで。欲しいっていうだけで。え、理想の人ですか。見た目とか全然的に、うん、なんかタイプ、オタクが好きやねんみたいな。え、どういうオタクですか。アニメオタク、何オタクでもいいねんけど、なんか好きなものとかがあって、それになんか没頭したりめっちゃ調べれるみたいな、なんかそういう人いいなって思うね。やんか、別に何をタイプって、まあ、オタクじゃなくても仕事でも趣味でも何でもなんか没頭できてるものがある人で、なんか私のオタクって言われたくない。リーちゃんのオタクだよみたいな。え、それちょっとキモいかもしれない、ね。それは絶対無理やねんって。オタクはいいねんけど、ミリーちゃんのオタクっていうのはもう付き合えない。無理。どうですか、ミドリちゃんのオタクって言われる人。あ、無理やな。シャッターアウト。やんな、マウト。さよなら。審査すら無理みたいな。うん、マジ難しいですよ。でももうミドリちゃんだけですよ。やばいね。なんか急に来たね、うん、会社の人。まあ、でも、なんか恋人いることがすばらしいでもなくない。なんか、うん、いやでも仲良くなかったけど。今別に楽しそうじゃないですか、そうやってスノーボードゴルフとかで。結局なんか好きな人とかもできなさそうですね。え、やめて。じゃあなんか想像できなくないですか、みどりちゃんがこの人好きって言ってるのも。あー、デレデレしたりしてるの、うん、してないな。言わなさそう。いや、多分してても言わないな。あー、デレデレは多分できる自信はある気がする。ない、絶対できない。できるって。結局会社で誰が一番タイプなんですか。私、あ、そうだった、そうだった、うん、顔でしょ。顔だけ、中身はもう分からんから。え、体型は何、ガッチリがいいとか細めがいいとか太めがいいとか。ガッチリ。あ、ガッチリなんや。筋肉系、うん、細めの筋肉、うん、細マッチョみたいな。脱いだら意外とみたいな。ああ、でもガッチリ系がいいかも。分類っていうか、何ですか、こういう顔がいいとかがちょっとでもあったら、うん、なんか可愛い系がいいんか、うん、あ、でも塩系がいいんかみたいな。そう、系統で言ったら佐々木寛太さん系。うん、いやでもそういうなんかパッチリな目で、あ、しっかりした鼻もしっかりしててみたいな、うんうん、いやもうザイケメンがタイプなんですかね、かな。だいぶ話しましたよ、うん、まだ
ね、これ下ネタ系も行ってたのか、ここに来たの初体験をとかになるんですか。じゃあその彼氏やったんですかとも違うじゃん、ちょっと確かにリアルすぎるな。そうそうそう、そういうの話せるんですか、逆に初体験の話。私嫌だ。え、みおちゃん話せる。いや別になんか何もないですもん。え、そんな子一緒になった。うん、あ、もうそんなの平均やね、多分平均いいんだ。何も面白くない体験。でもなんか別に思い出残ってます、逆に。うち、何年って、なんか、初めてはなんか、初体験忘れにくいって、何でしたっけ、言うのがなんか、うん、何、思い出に残るじゃないけど、別になんか、その人のことは確かに忘れてないかもしれんけど、うんうんうん、内容っていうんですか、どういう思い出があるかないんですよね。そうそうそう、普通にさーっと終わったって言ってた。そうそう、なんか、なんかこれといった思い出がないんですよね。そう、でも夏海とか行ったらいいじゃないですか。なんだ、あんま好きじゃないよね。が、カバ男探しに行くだけですって。今も意味不明ねんけど、男探しに行くって言ってました。ネギに行くて、うん、え、なんか写真撮るにも友達となんか楽しいじゃないですか。うんうんうん、あー、そういうことね。そうそうそう、ちょっと今年は頑張るわ、うん、海とか川とかね、プールとか。そうそう、え、多分来てると思うけど、もしかして触れぐらい捕まえれるかもしれない、うん、いや、マジ海で捕まえれますよ、マジで。でも何やろ、でもさ、え、え、初めてセフレではない。違う違う、なるほど、初めてセフレ。ちょっと待って、これカメラだからここだめ、ここカットしてほしい、まあ、いや、だからこれはカットやな。うん、だってでも、そんな探してもなさそうですけど、ね、言うだけで探してるよね、一応、うん、でもその波がすごいの、探してる時と、なんか探したくない、探したくないとか、もういいやってなってる時がすごすぎて。どんな人がいいんですかね、だって。うん、いや、どんな人がいいんですかね。いや、多分もっと知ろうとしないといけないんだと思う。でもっとインスタとか始めたらいいじゃないですか。うん、うん、だよね。プライベートなんだもん。だって、そう、インスタ、前も言ったやつ、インスタ中から言ってない。その見る専用でやってるとかいいじゃないですか。そうそう、え、なんかそう、うちもその今の彼氏、インスタでつながったし、うん、で前もちょっと遊んでた人、インスタで高校の同級生来たことあって、だから、インスタか。結構、あの、マッチングアプリやと思うで。なんか、久しぶりに、それの知り合いがあるんですね。うん。うん。だから、友達。そうそうとか。からみたいな。うん。なんか、昔絡んでた人が久しぶりとか。うん。やっぱ、お互い疑っとるから、変わった部分とかもあってみたいな感じになりそうじゃないですか。うん。やっぱ、インスタですね。インスタ始めようかな。うん。始めてください、今日始めよう。うちが第一フォロワーなのよ。第二になりますよ。でもやってくださいよ、今日絶対。うん。はい。でも絶対やってくれないよ。ちょっと検討します。絶対検討か。な、検討やったら。今日フォローこんかったら、もうダメってこと。逆にインスタをちきる理由は何？なんでそんな、なんかもう何でやってないの逆に。うん。ん？なんか別に自分で投稿できないし。うん。ね、まあいっかと思って。時が流れ、うん、もう今更いっかみたいな。え、何時代なんす？ツイッター時代？何時代違う？ミクシーとか、あ、グリー、ブログ書く系。高校生はグリーかミクシーか。アプリ出してこんでくれません。え、ミクシーは分からん。だって世代ないんだもん。ないですもん。スマホ持ち始めたの高2とかやった気するから、うん、なんかみんなやりだしてたのそのぐらい。多分高1ぐらいってみんなガラケー、小4か小5で持ってるんですよ。あ、この時には LINE があったんで、でもどこだったら、でも高1高2ぐらいか、うん、さあ、うん、そんな、うん、高1からみんなほぼガラケーやもん。高2からみんななんかスマホとか持ち始めてみたいな。なんか別に今そういう風に年とか感じないのに、うんうん、学年っていうか高校生とかになると、なんか高校生の時になんか小学生なんだって思うと、なんかちょっと感じますね。すごいなって、そんなに離れてんのやと思う。だって小学生も1年生と6年生ですもんね。まあ、1年かしかギリかぶったんだ。リキちゃんとかいいじゃないですか、同級生とか多そうじゃないですか。一回紹介してもらったね。え、あれやんな、多分うちの元彼の友達。あ、そう。そう、うちの元彼の友達。そういうのでご飯行けばいいじゃないですか。そう、でも行ったけど、なんかあれやな、あんまり、なんかあんまりやったって。あんまりだった。うん。だし、多分1対1で行ったのがちょっとダメだったのかもしれない。男の人と2人でご飯無理なんですよね。いや、分かる、無理無理無理。うん、ね。そんなもん。行きます？え、行ける人は行ける。翔さんとは、え、だから心臓飛び出そうな感じ行きましたよ。うん、あ、そうなの。そうなんや。気になってる人でもダメなんだ。でも翔さんの場合、もともとみんなで行くのが何回か続いて2人だったから、まだ良かったけど。うんうん、まく
って、で今の彼氏とあれやってて、一番最終権利とライブやってて、え、そう思ってて、これ終わるんちゃうかとか思ったけど、案外車大丈夫やった。目線があって、こう、何、本当に同じ方向見て目合うことがないから。でもドライブどこ行くんすか？目的ないとドライブなんか思ってた。え、でも目的あったよ、なんか知多半島に行った、もめっちゃ遠かったね。あ、でもそれぐらいがいいかもしれない。で、2回目は鳥羽水族館に行った。うわー、めっちゃデートしてる、ね、めっちゃデートやん。しっかりデートね。うん、どう、理想のデートあります？キャッチボールしたい。ああ、急に体育会系すぎか。急に体育会系すぎ。とか、なんかちょっと涼しい夕方、なんか今の季節とか、なんか夜散歩とかしたい。なんか体育会ですね、やっぱり。多分これで1時間ちょっとだったから。いや、もうそうですよ。でも1時ですもん。な、もうそんなにとったか。うん、案外盛り上がってる。案外盛り上がったな。割と放送できないやつもありますけども。いや、今日のテーマはでもあれじゃないですか、リリーちゃん彼氏ができちゃってましたと、うん、できたってました。何ていうんですか、みどりちゃん男についての会議。どうやったら彼氏できるか。まずどうやったら男の人とご飯行くようにみどりちゃんがなるかみたいな。で、なんかきっかけだし、インスタを、うん、始めようも、まあ、検討ですね。じゃあこの女子会面白かったらコメントしてください。はい、あの、なんかアドバイスあればね。そうそう、なんか話題、話してほしい話題とかが、ね、あれば、あれば言ってくれれば2回目するかもしれない。はい、からそうです。はい、じゃあまた見てね。おい、そんな急に来るか。でも、でもまた見てね、行きますかっていうことも。じゃあ向けいきますか。じゃあせーの、また見て。なんとかい。あわべ。